サンタ・エングラシア教会のファサード・サンタ・エングラシア教会は、ポルトガルのシトリスボンにある17世紀創立の教会。20世紀に入ってから、国立のパンテオンとなり、ポルトガルの著名な人物が葬られている。教会は、アルファマ地区にあり、近くに、サンビセンテでフォーラ修道院がある。現在の教会の建物は、ブラガの殉教者制エングラシアに捧げられた、以前の教会の代わりである。 最初の教会は1568年頃、マヌエル一世の王女マリアが講演していた聖エングラシアに捧げられた。1681年、最初の建物が崩壊した後に、現在の教会の建設が始まった。新たな設計者は、王室建築家で、ポルトガル・バロック期の重要な人物の一人、ジョアン・ワ・アントネスが行った。建設は1682年から、 アントゥネスの死んだ1712年にかけ、進められた。ジョアン五世は教会に興味を失い、大規模なマフラー修道院に資金を回した。教会は未完成のまま20世紀まで放置された。20世紀半ばになり、ドームが加えられ、教会は1966年に、再び落成された。ジョアンはアントゥネスは、サンタ・エングラシア教会に、ポルトガルで試みられたことのない、 成功な設計を準備していた。教会はギリシャ十字の形で中央に引き付けられた平面図をしていた。角には四角い糸を設け、ファサードはフランチェスコ・ボッロミーニのバロック様式に似せた。ファサードにはガリレ・ホールと像を据えた三つの窪みがある。教会入り口には二人の天使が抱えたポルトガルの紋章を持つ美しいバロック様式の 堂々とした正門がある。20世紀になって設けられた高い中央ドームがある。上空から眺めた三エ円暮らしや教会教会の調和のトれた内装は十字架と本堂の曲線に囲まれた場所が支配している。床と壁はバロック様式の大理石正式再装飾に彩られている。18世紀の壮麗なバロックオルガンはリスボン大聖堂から持ち込まれた。 1966年、独裁者、アントニオ・サラザール政権時代、サンタ・エングラシア教会は、国立のパンテオンに指定された。大統領マヌエル・デ・アリアが、テオフィロ・ブラが、主導ニオ・パイス、オスカル・カルモナ、作家ジョアン・デデウス、アルメーダ・ガレットとグエラ・ジュン・クエロ、国民的ファド歌手、アマリア・ロドリゲス、らの人物が埋葬された。ルイス・デ・カモン・イス、ペドロ・アルバレス・カブラル、 アホンソで、アルブケルケ、ヌノアルバレスペレーラ、バスコダガマ、エンリケ公会王子らの記念碑もある。ありがとうございます。